どうも、サイクルショップ中小屋の啓太です。あ、カズです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。店にある試乗車で、実際に乗ってもらって、ちょっと違い見てもらおうかなと思うんで。はい。はい、この、バージュピー店っていう自転車。で、このギアがすごい大きいっていうのが特徴と、まあタイヤサイズは451。大きいサイズのタイヤ。で、ハンドル幅が広くて、ここ言っとったんが、ここのネジを緩めることによってこの部分のハンドルが稼働するから、だからこれで角度を変えれる。今はこのちょうど乗りやすいかなと思う高さを掛け合わせさせてもらったけど、で、あとこれブレーキがディスクブレーキ、油圧のディスクブレーキがついてるからブレーキがすごい効く。特にだから左ブレーキ意識してる。で、変速は一緒、この下のレバーを押さえたら軽くなって、で、これこっち側の外のやつを人差し指で引いたら重くなる。そんなにそれぐらいかな。でも、もう普通に乗ってもらったらすごい良さ分かる自転車と思うから、一回これで乗ってみて。はい、一番軽いやつにしたら、むちゃくちゃ軽かって、もう乗ってる感覚さえ失うかっていうぐらい軽かった。あ、確かにそう。だから多分やわみさ、そう。そんなんはすごい楽になるやろうなっていう。今が平坦な道しか乗ってもらってないかわからへんけど、これやったら坂も楽楽やろうなっていうイメージある。で、ハンドル幅も広いやん。ブレーキをめっちゃ効いたし、ほんまに効きやすい。結構安定もしてるし、乗りやすいし。乗りやすい。結構圧倒感じするじゃん、趣味とかに。これはこれでありやと思うから。確かに。はい。以上です。次乗ってもらうこの KTS。ちょっとごめん、これはうちにずっと試乗車で置いとおくんで、今のモデルはタイヤの大きさ450で大きい方やねんけど、この時まだちょっと406ミリの時やけど、まぁ、ちょっと乗ってもらおうかなと思って。あと、特徴としては、まあ、もちろんフレンチバルブ。で、見てわかるように特徴としてはハンドル、ここのメーカーはブルーホンハンドルって言って、あの牛の角っていうんだけどのハンドル、それとギア、さっき見てもらった時にした自転車大きいねんけど結構小さい、もうロードバイク仕様みたいな感じ、なんかスピードは出るけどちょっと小ギアじゃ重いっていう感じの自転車。だから結構最初またお尻も痛かったりするかもしれへんけど、あとハンドこのシフトレバー、今までのと違って、このレバーを起こすと軽い。こっちに倒すと重い。で、一応左もやっぱりついとって、今小さい方のギア入っておけど、この起こすと重い方になる。今ちょっと平坦とかが重い方にしとくけど、だから余計にブレーキはちゃんと左ブレーキを使って。右ブレーキでこんだけ頭がここに来るわけやから、右ブレーキグッとかけたら前に倒れたら危ないから、左ブレーキを使うように一回乗ってみてください。はい、持ち方それだ、一回またがってもらって、で、このレバーをこっちはいいけど、このレバーを起こしたり倒したり一回してみて、乗りながら。はい、あれ様、これどうやったの？これは正直に、正直あのこれのハンドルに慣れてないから、ギアの負荷が変えにくい、そうやなとか、まあ、前傾姿勢の部分もあって、スピードでやすかった。もうそれは全然正直な意見やからありがたいねんけど、やっぱりこれちょっとやっぱりお客さんにも言われる、最初慣れるまでやりにくいって、で乗った間に慣れたよっていう方ももちろん多いねんけど、あと一部ちょっとこれ不安やなっていう人は、今まで乗っとったあのフラットバー用のシフトレバーをここに持ってくるカスタムもできる。うん、じゃあ
もちろんあの変速はここでできるから、うん、楽にできる、カスタムもできるから、結構する人多いかな。そう、左右できる。左右できる。あ、そう。そうやったら楽に乗れるわとか、うん、で、なんか自分だけの自転車になるから、うん、あの他はこれやのに、カスタマイズしとるから、やっぱりより一層愛着も湧く。うん、うん、うん。まあそうやる人もおるから、それもおすすめかな。だから距離走るには全然面白い自転車。はい。じゃあ走り心地はどんな感じだったの？走り心地はなんか前傾姿勢の分、やっぱスピードを出てる感じがするし、うん、乗りやすさは、うん、スピーディーやからな。で、まああと、まあ、走りやすいしスピードも出るし、で前傾姿勢取れるからもちろん走りやすいし、うん、ハンドルもこういう形やったらいいところもあって、フラットがこう持っとうよりも、うん、人間で普通に立つと気をつけてこうやってするやんか。だからあの角度が曲げへんから疲れへん。なるほど。それもいいところ。まあよく走る自転車。え、じゃあ本来はこう乗ると。そう。なるほど。うん。はい。はい。次乗ってもらうもこのタイレル。はい。これが、これも一応折りたたみ自転車、うん。こんな形やけど。で、これがタイプによって海外から入れるもあるけど、国産で作ってる自転車で、うん、まあ他の車種ももう全部乗ってもらいたいねんけど。うちでよく寝るのがこのやっぱり FX っていうタイプの自転車やねんけど、これが結構男女問わず結構人気あって、長いこと乗ってる人おる。こういうとこ見てもらったらもう塗装とかも溶接とかの綺麗さも全然違うし、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗、フレームもすごいこだわりが強く作ってる自転車やから、もうみんなだんだんいろんな自転車乗って行くあの先はここみたいな、最終形態みたいな自転車。うん、だこれももしあれやったら試乗車やから乗ってもらうことできるやつやから乗ってみて。乗り方はそんなに変わらへんけど、まあ変速も両方ついてる。だからこっちでこうしたら軽くなる、で人差し指でこうしたら重くなる、うん、もうそれは全然変わらへん。普通に乗ってもらうだけやから一回これで乗ってみてください。どうやった？これはもう走り方が全てがスムーズにいける感じでめちゃくちゃ楽やった。やっぱホイールの回転とかもすごくいいし、まあ、作りもいいから、これはめっちゃ楽やった。もう全然多分自転車初めてやけど、うん、もうその乗っとう人やからこそ分かる良さもあるかもしれへんけど、うん、初めてで分かるっていうのは多分一番ストレスなく、それは素晴らしいと思う。これすごい、まあこれやったらだから1台買っとったらもうずっと何年も何年もは、これもう他の欲しいなんて目移りせんと乗れる自転車かなと思う、うん、はい。今回ちょっといろいろいろんな車体乗ってもらったけど、だいぶ違いも分かったりとか、こう話するだけよりやっぱり感じるところもあったと思うから良かったと思います。ありがとうございました。いい、まあチャンネルの登録の方またよろしくお願いします。お願いします。